見ただけで旅気分、日本の温泉。ご覧いただきましてありがとうございます。今回は別荘地高台に立つはモダンな旅館で温泉三昧、静かでゆったりした時間を過ごしてきました。ここは千葉県勝浦市興津、南房総勝浦スイカ。おしゃれな住宅、道路にはヤシの木が規則正しく並んでいます。まるで海外にいるのではないかと錯覚しそうな景色です。青空が似合う素敵な別荘地を進むと、ほどなくして本日お世話になるお宿が見えてきます。曇り空がとっても残念です。このチャンネルでは2名2食付き露天付き客室で5万円前後の宿を多くご紹介しております。料金は同じでもサービス内容はその宿により大きく異なります。大切な方とのご旅行、日程が決まったら YouTube 動画をご覧になり決定されることをお勧めいたします。広々とした落ち着ける空間でゆったりとした時を過ごす、温泉に癒され心身ともにリフレッシュ、女子会3世代旅行にもおすすめの南房総での滞在です。客室は15室、露天付き客室は4室です。ロビー脇にはハンギングチェアがあり、ゆらゆらされているのを何度も見かけました。広々としたラウンジはとても明るく清潔感があります。車椅子の用意もあり、バリアフリー対応されています。こちらは観光地のパンフレットが並びます。女性のお客様限定、色浴衣が無料で用意されています。天然素材のカゴバッグも用意されています。こちらはフリードリンクコーナーです。 AED の用意があり安心です。日当たりの良いテラスでのんびり過ごすことができます。チェックイン作業します。ウェルカムドリンクにビールをいただきました。まず1階春の丘というお部屋をご用意しております。まず最初にご夕食のお時間からお伺いいたします。18時と18時半がございます。こちらがよろしいでしょうか。朝食のお時間8時と8時半からでお選びいただけます。特にアレルギーなどは大丈夫ですか。はい、かしこまりました。そうしましたら館内のご案内でございます。客室に移動します。段差はありませんが少し下り坂になっています。今日は露天付き客室春の丘が私たちのお部屋です。正面の低い位置に下駄箱、大きさの違うスリッパが並んでいます。こちらから客室です。ダブルベッドが2段並んでいます。琉球畳です。調光スイッチ、コンセント、
マッサージチェアの用意があります。こちらのソファーはベッドとしても利用できます。全室にネットフリックスが導入されています。テレビは55インチ。リモコン類はカバーがかけられています。空気清浄機。こちらは冷蔵庫。クローゼットを見てみます。ランドリーバッグ、ハンガー、除菌スプレー、サムエ、バスタオル、フェイスタオル、旅靴下、タオル類は大浴場前に豊富に用意されています。こちらは羽織。大きさの違う3名が3種類用意されています。女性は色浴衣のサービスがあります。天然素材のカゴバッグは気分が上がります。テラスへ出てみます。今日は曇り空、とっても悲しいです。天候に恵まれれば良い雰囲気で楽しめたはず。こちらからは海は見えません。木の先はドッグランです。こちらは半露天風呂ですがドアはありません。こちらはトイレ。こちら側は洗面スペース。サイズの変わるハンガー。ケア用品は充実の品揃えです。ドライヤー、カップ、フェイス、ハンドソープ、こちらにはアメニティ、DHC ケア用品、こちらは半露天風呂です。大人一人が足を伸ばして入れる大きさです。半露天風呂は開放感もありながら雨でも安心です。ハンドシャワー、温度は41度でした。こちらは翡翠餅、ウェルカムスイーツです。宿の見取り図です。部屋を出ると目の前が大浴場です。タオルが豊富に用意されていてとっても快適です。まずはじめに男性大浴場。利用時間は午後3時から0時まで、
翌朝は6時から10時までです。大浴場にもケア用品は充実の品揃えです。いろいろと試せるのは嬉しいですね。オールインワンもいろいろありますね。子供さんの椅子も利用できます。畳敷きいいですね。洗い場はとっても清潔です。露天風呂に行ってみます。爽やかな風を感じる露天風呂大好きです。休憩スペースもあります。和の雰囲気です。趣の異なる大浴場は翌日男女が入れ替わります。女性大浴場に移動します。利用時間は男性大浴場と同じです。充実のケア用品、シンクは2つです。こちらも男性大浴場と同じです。ベビーベッドの用意があります。窓が大きくって宇宙でも開放感があります。こちらは洗い場が畳敷きです。私はこちらの大浴場の方が好きです。露天風呂に行ってみましょう。自然の香り、深呼吸したくなるくらいです。こちらは休憩スペース。開放感抜群です。客室にも露天風呂がありますが、ここに何度も通いました。湯上がりアイス、アイス大好きなのでとっても嬉しいです。こちらは貸し切り温泉星、45分2200円です。洗い場は2箇所です。丸い陶器のお風呂です。ケア用品も充実しています。
貸切温泉は2カ所あります。夕食の時間です。スイカさんは近隣の漁港での入札権を持っています。そのため水揚げされたばかりの新鮮な魚介類を仕入れることができます。料理長が厳選した新鮮な魚や旬の野菜を使った房総懐石料理が楽しめます。ダイニング蔵では個室が用意されています。彩り豊かでとても美しいです。長芋、サーモン、あんず酒、夏野菜の梅ジュレがけ、水菜、カニ、ドライイチジク、アジサイチーズ、カエルキュウリ、季節のお料理です。白アスパラ豆腐、金糸ウリの酢漬け、アワビは生き作り、酒蒸し、踊り焼きから調理方法を選択します。本日お作りでございますが、板の上に乗っておりますのがタイのレモン汁でございます。カンパチ、カジキマグロ、ヒラメをご用意してございます。青い四角いお皿、お作りの釣り皿でございます。お使いくださいませ。お処理はついでございますが、足りないようでございましたら、こちらの方にご用意してございます。もう一方は岩塩でございまして、こちらは寒ですの紅塩でございます。鴨新条のお吸い物でございます。お好みでレモンとバターでお召し上がりくださいませ。柔らかくて美味しかったです。こちら勝浦灯台沖で揚がりました金目鯛を使用しております。皮が破れたり身が裂けたりというのは新鮮な証拠でございます。勝浦灯台沖は深海が深くなっておりまして、金目鯛は深海魚でございます。目玉の周りコラーゲンがございます。ヒレの下の茶色い身も召し上がりになります。大吟醸と純米酒は勝浦の地だけでございます。純米大吟醸は鴨川のお酒でございます。お越しくださいませ。お口直しでございます。柚子シャーベットでございます。こちら和牛の柔らか煮トマチ蒸しでございます。茶碗蒸しの中に牛肉が入っておりまして、上にクリームソースがかかっております。真ん中はカラムマサラと黒胡椒がかかっております。ほんのりとカレーの香りがいたします。でございます。シャリアピンソースと粉チーズ、バルサミコが少しかかっております。お肉の上は食べるお醤油でございます。こちらなめろうでございます。ご飯でございます。大のものでございます。茶でございます。なめろうは房総地域の郷土料理でございまして、お味噌と薬味で叩いたものでございます。こちらは山椒の木のすり込みでございます。すりますとより一層滑らかになりまして、お皿までなめろうほど美味しいと言われるのがなめろうの由来でございます。なめろうをご飯の上に乗せまして、なめろう丼として召し上がった後、
こちらのカツオと昆布のお出汁を注ぎまして、なめろう茶漬けでお召し上がりくださいませ。なめろう茶漬けのことを地域によりますと、マゴ茶漬けと申しまして、漁師さんが船の上でマゴマゴしないうちに召し上がるのでマゴ茶漬け、またはまんまとごっちゃに召し上がるのでマゴ茶漬け、マグロのお茶漬けでマゴ茶漬けというところもございます。一般的にはアジでお作りすることが多いのですが、こちらではいろいろなお魚を使用することになりまして、味がまろやかになりまして美味しくなるからでございます。なめろうを焼きますとさんが焼きとなりまして、さんが焼きも房総地域の郷土料理でございます。お召し上がりくださいませ。そのままでもお召し上がりになりますが、粘り気が出るまですりますとお皿までなめるほど美味しいと言われるなろうということでございます。お味噌の味付けしてございますが、お味が薄いようでございましたらお醤油を少しおかけくださいませ。ネガトでございます。キャラメルプリンでございます。わらび餅とレモン餡、オレンジ、リンゴのミックスに添えてございます。もなかの皮の中にレモン餡を詰めましてお召し上がりください。それでは恒例、夜のお顔を見てみましょう。漁師町勝浦の別荘地、ミレーニア勝浦の高台に立つスイカさん。とても静かで、ゆっくりと時間が流れて行きます。こちらは木のぬくもりを感じる回廊。さらに進むと広々としたエントランス、ロビー。こちらからテラスへ出てみましょう。南国をイメージさせるヤシの木とパラソル。お天気が良ければいつもは見えない星屑までご覧になることができます。こちらは売店。こちらは到着時お部屋でいただいたお菓子、房州名物大せんべい。地元勝浦や鴨川の名産品、海産物などお土産が用意されています。DVD の貸し出しがあります。宅配便のお取り扱いもしています。営業時間7時半から21時まで。部屋に戻りました。お部屋の温泉に浸かります。氷をお願いしました。イラスト入りの可愛いパンフレットを見つけました。大浴場の露天風呂がとっても気に入ったので来てしまいました。こちらでは部屋の露天風呂はいらなかったかも。風を感じながら温かい温泉でゆっくり癒されました。そろそろ休みます。おやすみなさい。おはようございます。今日も曇り空、残念なお天気です。朝食の時間です。こちらはお水。かまどで炊く炊きたてご飯です。旅館の朝ごはんはいつも楽しみです。サラダから食べます。
ネギトロ、魚2種類、いろいろなお皿に少しずつ、とっても楽しいです。ごちそうさまでした。チェックアウトは11時、そろそろ帰りの時間です。とっても静かな時間を過ごすことができました。今回は露天付き客室2名2食付き 56,524 円の旅でした。この後ラグーナご飯に行ってみます。ラグーナ湖畔です。お天気が良かったら素晴らしい景色だったはずです。とっても残念です。別荘の住民の方々がお散歩やジョギングをされていました。皆さんお分かりになりますか？ワンちゃんと思ったらキョンでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。明日も良い日でありますように。